原神プレイヤーの皆さんは、運営から公式発表があったバージョン 1.2 の Q&A に、開発者からの特別情報は、ご覧になりましたでしょうか。キャラを20、50、70へと突破するごとに、ガチャアイテムの出会いの縁を、受け取れるようになるみたいです。全キャラ所持していれば、現状78個手に入る計算です。コーナーや勝利で遊んでる場合じゃない。次のアップデに向けて、全キャラのレベルを70にしていくぞー。10体分の突破素材が全て揃ったぞー。最後の方は頭ヒルチャールになりながら無心でフィールドボスを買ってたぜ。その割には小さい地幕の時よりウキウキしながら倒してましたね。今回は運が良かったんだよチャランコ。手持ちの水元素キャラが全員レベル80まで上げれるようになってるから、純粋ちゃんを倒す必要がなくてストレスフリーだったんだ。純粋さんはもう少し早く敵を生み出してほしいですねー。あの子以外は編成がしっかりしていれば基本30秒以内で倒せるからね。結構爽快だったよ。さすがに3日目からは作業になってきたけどね。昨日の動画でチャンネル登録者が600人になりました。コメントもすべて読んでます。登録とコメントありがとうございます。急な報告すまん。それでは限界突破をしていくぞ。一気に上げちゃいましょう。10体分の限界突破が終わったぜ。これでまた地幕生活が始まりますねー。地獄生活みたいに言わないで頭ヒルチャールになるー。このシリーズあと2回くらいで終わる。原石フルでスタミナ変えてもレベル上げ時間かかるので、次のパート結構先になるが、その間も原神動画出す。次回もよろしくです。